とびっきりの幸せをあなたにお届け、しごくとびだよ。イエーイ。今日は自己紹介をしようと思ってるのじゃ。一問一答形式で答えていくから最後まで見てくれると嬉しいのじゃ。それじゃあゴー。改めまして、我の名前はしごくとびと申しますのじゃ。しごくは、あれ、しごく、まっとうとかのしごく。とびは、鳥のとびでーす。でも、我は、実は、鳳凰じゃよ、鳳凰。鳳凰。ちょっとね、ちょっと衣装からもう鳳凰味が出てると思います。覚えてくださーい。わー。好きな食べ物？嫌いな食べ物？まずね、好きな食べ物はね、やっぱりね、クリームパンかな？クリームパン。クリームパン、あのね、特にね、生クリームパンが大好きなんだよ。もう、クリームパンめちゃ好きなんだよ。もう、あのね、とにかくなんか天使のような食べ心地だよね。天使のような。えへへ。で、あとは餃子じゃね。餃子。餃子も、もうめちゃくちゃ好きで、あのね、最近はね、2日に1回は食べてるんじゃ。ひひ。もうめちゃくちゃ好き。もうハマるとね、ドドンと行くタイプだね。はい。嫌いな食べ物はね、あるわ。嫌いなのは、トマト、生トマトはね、生トマトとバナナ。なんかね、バナナはね、また匂いとか食感、味、なんか全部無理。全部ダメじゃ。で、トマトは、なんかケチャップとか煮込み、煮込、なんか火通ってるやつはめちゃ好きなんだけど、なんかね、生だけダメじゃね。まあ、そんな感じでーす。活動内容はね、まずゲーム配信と、まあ、あとはあれ、お話しするのがほんとすっごい好きなんじゃよ。だからまあ、雑談とかもしたいなー。あとは、歌ってみたとかも、ね、投稿していきまーす。実はね、もう一個用意してあるのじゃよ。だから、初配信が終わったら、出しまーす。カミングスーンなのじゃー。イェーイ。はい。そんな感じでーす。いかがでしたかよー。ありゃ、いかがでしたでしょうか。こうやってね、ちょっとでもね、我のことを知ってもらえたら嬉しいじゃよー。それでは、とびっきりの幸せをあなたにお届け、しごくとびでした。またね、バイバイじゃよー。グッバイ。